北マケドニア、ギリシャ、ブルガリア、アルバニア、セルビア。年代ごとのマケドニアの領域マケドニアの地形マケドニアとは、東ヨーロッパのバルカン半島中央部にあたる歴史的、地理的な地域である。6万7千平方キロメートルほどの広さに約465万人が住み、スコピエやテッサロニキが人口や経済における二大都市である。現在、大半が 南部およそ50%が、ギリシャ北西部およそ40%が、北マケドニア共和国北東部およそ10%が、ブルガリアの3カ国の領土に分かれている。また、マラプレスパ及びゴロブレド、ゴーラプロホルプチニスキも、マケドニアの一部とみなされる。上述の、エーゲマケドニア、バルダルマケドニア、ピリンマケドニアなどの名称は、マケドニア地域の統一感を好むスラブ。 南スラブ系マケドニア人によって好んで用いられ、キリシャ人やブルガリア人から見ると攻撃的で不快な故障と受け止められることもある。1885年作成マケドニア全域のチリーズ1913年のマケドニア周辺、オスマン帝国、モンテネグロ王国、セルビア王国、ブルガリア王国、ルーマニア王国、オーストリア・ハンガリー帝国。 統一マケドニア主義者によって示された領域。マケドニア民族主義者が北、マケドニア外に主張する領域では、現在、スラブ系マケドニア人は少数しか居住していない。ありがとうございます。